朝倉市、朝倉市は、田島国を拠点とした豪族。越前国を拠点とし、後に発展して、戦国大名となった、越前朝倉市が有名。藤原主流党の朝倉市もあるとされるが、別校にて扱う。田島には、開花天皇の後裔とも、高徳天皇の後裔とも伝わる草壁氏が、平安時代から大武士団を形成し栄えていた。朝倉市は、 この草壁市の流れを汲む氏族の一つである。浅倉市の本願は、田島国陽府軍浅倉、兵庫県阿部市大賀町浅倉である。田島浅倉市から分かれ、越前に移った系統が、越前浅倉市である。越前浅倉市は、越前国主も、柴氏に仕えて、海氏、小田氏に次ぐ柴三種五代の第三席となり、 あとに、朝倉氏自体が死後に任命されるようになって自立し、越前国を支配する、戦国大名になった。草壁氏の流れを汲む氏族は他に、山陰最大の守護大名、山梨の過労職である大高氏、八木氏、滝見氏などがある。特に、大高氏、八木氏は、山梨の文国の守護大を務めて、山陰道、山陽道栄えた。 平安時代末期に、草壁高氏高が、田島国洋府軍朝倉に住し、初めて朝倉氏を称したとされる。伝説では、宗高の子、朝倉高清は平家に組みしたことで、鎌倉時代に領地を没収されたが、関東で誰も退治できなかった白井をいて退治した、功績により、源頼朝より、領地の安堵と木工門を歌わったとさる。その後、朝倉氏は、 朝倉城を築き、代々この城に寄った。投志時は、こう。高清の長男、安高は、八木氏を起こし、次男の信高が、朝倉氏を継いだが、上級の乱で信高は、敗れた京方についたため、朝倉氏は衰退した。このため、八木安高の孫、神美が、朝倉氏を継いだ。室町時代には、田島守護の山梨に仕えたが、戦国時代に、 織田の長に敗れた。越前朝倉氏は、南北朝時代、足利氏の一族である芝氏に仕えた、朝倉博氏主家から始まる。通り字は、影。時代の朝倉高影は、芝高爪に仕えて、高爪が死後に任じられた、越前国に所領を与えられた。高爪が、室町幕府によって、越前守護を追われて討伐された、常時の変の際には、幕府軍に寝返って、 所領を安堵されている。その後、外来の武士ながら、越前国に定着して、勢力を築いた。柴氏が、越前守護に復帰すると帰算するが、すでに越前に勢力を築いていた朝倉氏の存在を、柴も無視することはできず、室町時代に入ると、開始、小田氏と共に守護代に任ぜられるようになった。室町時代後期に入ると、朝倉高景、栄林高景は、 守護大のカイツネジと共に、主である柴義都氏と対立して、長禄合戦を引き起こした。足利将軍家の家徳争いなどから発展した、応仁の乱では山名総運率いる西軍から細川勝元率いる東軍に寝返った。越前では、海氏を圧迫して国内をほぼ統一し、柴氏に代わって越前国守護に取り立てられた。高陰は文国法である、 朝倉年影十七カ条を制定し、戦国大名としての朝倉市初代となった。軍記物、朝倉島月によると、高影が千四百七十一年、文明三年に一条国城を築いたとされる。近年では、十五世紀前半には朝倉市が一条谷に移っていたとの見解が出されている。それ以前に、朝倉市が本拠としていた黒丸については、 堺郡三宅黒丸、現、福井県福井市三宅町説のほか、明日和郡北野章黒丸、現、福井市中央説がある。九州の柴吉都氏が越前守護職を回復せんと、朝倉市の越前実行支配について幕府に異議を申し立てると、高影は、かつて守護であった、柴吉門の子を倉田に久保を、足利義持の弟、足利義継の子、 つぐしゅんをおそとする。足利将軍家の越前における文家、倉谷御所と呼ばれて、尊崇を集めていた。の養子として、足利義利と名乗らせた上で、幕府の反対を押し切って、この義春を名目上の越前国主として擁立。越前守護の芝氏に対抗した。後に、朝倉氏自体が越前守護に認じられることとなったため、倉谷久保足利氏は、 朝倉市の確証と化し、朝倉市が、名実ともに、同国の大名となった。ただし、移説として倉谷久保は、後世の創作で、実は、欧州芝氏の着流に近い芝氏の所流で、芝氏宗家に準じた核を持つ家であったとする説もある。戦国時代には、早期から越前一国を、安定的に支配し、その余勢で隣国の若さ、加が、大江美、美濃にも出兵した。 無本で殺された室町幕府第十三代将軍、足利義輝の弟である、足利義明が落ち延びてくる、第11代当主、朝倉義景はこれを庇護した。だが義明を要しての上洛はせず、代わって、それを実行した、尾張国の織田信長が、京都の政権を掌握した後に従うこともしなかった。義景は、浅い長政らと同盟して信長とたびたび戦ったが、 1573年、天正元年に破れて一条谷を焼かれ、吉影は自陣。戦国大名としての朝倉氏は滅んだ。越前朝倉氏の一族とされる朝倉有恵が徳川家に仕え、この信政は徳川忠長の不河老、掛川城主になるが、忠長の海域に連座して、信政も海域となった。信政の弟の家は江戸幕府旗本として存続した。 海花天皇彦座を船はしに、豊か忍ぶ別の君から、島根に君、ふとしにむこの君、草壁表前から荒じまり実体を樹茂る、在を屋台、こうたすくすけばれ、朝倉高下朝倉高清、焼安高、八木高吉朝倉高み、朝倉高景、朝倉高助、朝倉広信、朝倉広死刑、朝倉高景朝倉死け、朝倉忠影、 朝倉の影朝倉家系、朝倉高影朝倉氏系、朝倉忠家、朝倉高影、朝倉義家。不明な点も多く諸説あり、系譜関係がよくわかっていない一族。小田原のご法上氏家臣、または伊勢や東東海にも朝倉氏がおり、越前は倉氏との系図上の関係は資料に乏しい。小田原の朝倉氏は、越前との関連がある。 と伝わり、東東海に関しては九州である柴氏が主語を務めていたこともあり、ライバルであった海氏同様に、同国にも一族が分かれている可能性はある。伊勢の朝倉氏も早期の文家と伝わり、家門の同一性も見ることができる。ともあれ、抗議の朝倉一族ではなく、戦国大名へ前朝倉氏の失尊伝承を考える場合には、これらの朝倉氏との五人、 事象などが考えられることに留意したい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。